こんにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日はですね、秋の着物辞典と銘打たせていただきました。はい、この動画一本ご覧いただいたら、秋の着物で何を重視すればいいか、どう考えて着物を選んでコーディネートをしなくてはいけないかということが分かっていただける内容になっております。1時間近い長い内容になっておりますので、ぜひこの QR コードから今日の内容について PDF で事前にお届けすることができます。長い内容なので、その PDF をご覧いただきながらお聞きいただいた方がいいと思います。この QR コードから LINE 登録していただけますと PDF をお送りしますので、そちらからお受け取りになってご覧になりながらこの動画をご覧ください。また解説欄にも要約を入れておりますので、そちらをご参考にご覧いただくこともできますよ。今日の内容をかいつまんで申し上げます。秋の着物辞典ということで、まず秋の変化ですね、秋の気候の変化がどうなっているのかということをお伝えいたします。それから2番目に、秋の行事としていろんなことがありますけれども、どんな行事があるのか、でそれの影響をお着物が受けるということがございますので、どんな行事があるのかということをお伝えしたいと思います。七五三とかハロウィンとか、それから音楽会とか、いろいろありますよね。それから3番目にですね、そういう秋の中で着物がどういう影響を受けて変化するのかという秋の着物の変化についてお伝えをしたいと思います。この部分が一番重要になっております。これを知らないと、夏と同じように着物を選ぶとか、春と同じように着物を選ぶ、コーディネートする、見る、考えるということをなさいますと、あれ秋っぽくないとか、なんか色が薄いとか、なんかちょっと素敵に見えないっていうことにもなりかねないんですね。ですからここの部分をしっかりご覧ください。はい、それから4番目には、その変化に対応するにはどうすればいいかっていう解決策の部分ですね。それを具体的にお伝えいたしますので、ここの部分で参考になる資料をいくつかプレゼントさせていただきます。それらをお使いになって、あるいはご覧になりながら、自分の着物選び、秋のおしゃれな着物への対策を打っていただけますと万全よっていうことになりますよ。はい、今日はですね、後ろに藍染めの着物を並べております。これも参考にご覧いただきますので、後でご説明させていただきますね。長い時間になりますので、こちらに要約を出させていただきます。一番最初にお伝えしたいのは、秋の変化、季節の変化ですね。季節の変化はどういうことかということをしっかりと理解いただくことが必要になります。それによっていろんなことが変わってくるんですね。ここで言っている秋とはいつでしょうか。今は10月です。はい、一般的に秋というのは9月、10月、11月の3ヶ月というふうに言われています。ですが、とっても温暖化になりまして、9月までは真夏のような暑さが続いていましたよね。9月の後半になってバタバタと秋になりました。そして10月になってやっと秋になったはずなのに、なんか秋が短そう、もしかしたら冬がそばまで来ているかしらっていうような、そんな状態になっていますよね。ですから、ここでお伝えするのは9、10、11ですけれども、特に10月、11月についてお伝えをしたいと思いますので、それをご了承ください。その季節にお着物を着る時のノウハウをお伝えしますよ。皆様が素敵に見えるためのノウハウをお伝えしますよ。秋の変化ということで、秋はそれまでの夏に比べて日が短くなっているんですね。明るい日差しが長くなって、そして夜が長くなっているんです。早く日が暮れて遅く朝が明けるということで、暗い時間が長くなっています。それから昼間もそうなんですけれども、カンカン照りの強い日差しが緩やかになって、ほっくりとした優しく暖かい包み込むような日差しに変わっているんですね。これはこれまで冬至と夏至、春分と秋分のお話でたくさんお伝えをしております。
毎年その年によって変わるんですけれども、春分春はだいたい3月21日頃になりますし、それから秋は9月21日、そして冬至は12月21日、夏至は6月21日頃ということになるんですね。ですから今10月というのは9月の秋分を終えて、どん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 と一番日が短くなる冬至、12月21日に向かって日増しに短くなっている、つまり明るい日中よりも夜の時間が増えてきているという期間なんですね。次にですね、2番目に秋の行事としてどんなことがあるのということを考えてみたいと思います。それがお召しになる着物の種類の選び方とか、もちろん帯の種類ですね、それから柄ですね、柄にも影響しますし、そしてコーディネートにも影響するんですね。はい、では考えてみましょう。まずこの9、10、11、特に10月11月の中で出てくるのは中秋の名月ですね。お月様が綺麗に見えるようになりました。今年の中秋の名月は9月の29日でした。29日が満月だったんですね。ですからもう過ぎてしまったんですけれども、お月様が綺麗に見える日が何日かやはりまだあることと思います。それからいろんな行事と言いますと、結婚式をなさる方も多いですよね。暑かった夏が済んで落ち着いたから、秋のうちに結婚式をしましょう。という方がいらっしゃると、訪問着を着て皆様は招待客としてお呼ばれするかしら、それとも色無地かしら、付け下げかしら、ああじゃあ袋帯かしらねっていうふうに、お着物がお出かけ着ではなくてフォーマルなお着物になってきますよね。そんなフォーマルのお着物を選ぶ時の10月11月目線っていうのがありますよね。はい、それから食欲の秋でもありますので、レストランに美味しいものを食べに行きましょうっていう時のお着物もありますし、車で遠方まで1泊2日で行きましょう、日光に行って湯葉を食べてきましょうとか、美味しいお肉を食べてきましょう、じゃあその時に電車で行って日帰りとか一泊で行って温泉にも入ってきたいわ、じゃあお着物で行きましょうっていう時は紬が着やすいですよね。紬です。紬と名古屋帯、名古屋帯は染めにしようかしら、織にしようかしらっていう風になってまいりますね。それから展示会、美術館、音楽会ですね。それから舞台の観劇です。観劇に行かれる方は舞台の演目に合わせてお着物を選んで行かれるという方がいらっしゃいますよね。訪問着だったり、粋な紬だったり、おしゃれな付け下げだったり、いろんなパターンがあることと思いますよ。ロックコンサートに行くときは何を着ればいいんでしょうか。はい、私ですとコモンか紬ですよね。それもロックに合うようなちょっとパキッとした色合いですね。それから七五三のお母様おばあちゃまとなりますと訪問着と袋帯です。そして自分が主役ではなくて子供の母親という形ですから、少し引いた関係ですけれども、でも七五三のお母様は主役のように訪問着着てらっしゃいますよね。はい、それでいいんですよ。おばあちゃまはお嬢様を立てるように少し引いた形でも、ご自分が主役みたいな訪問着でもいいんですよ。はい、っていうことになりますね。ハロウィンもありますね。10月末はハロウィンです。となるとハロウィンは仮装なので、コスプレのように全くこう雰囲気が違うものをお召しになることもあるでしょうけれども、お着物をお召しになる方の延長線上でしたら、ハロウィンのパーティーをみんなでやりましょう、お食事会しましょうっていう時は、ハロウィンっていうと、まあ、魔法使いのような柄で半襟っていうのがあるかもしれませんけれども、ちょっと1年に1回だしっておっしゃる方は色で迫るですね。ハロウィンは黄色、黒、紫、緑、オレンジでしょうか。はい、そんな色をこんな帯揚げや帯締めや、あるいは根付けなどに刺して
半襟でもいいですね、入れてハロウィンパーティーを楽しむっていうことになさったらいいかもしれませんね。はっきりした緑の半襟をなさって、ここにオレンジと黒と紫みたいな感じになさったらハロウィン楽しいですね。ということで、お着物でいろんな行事を楽しんでいただけますよ。ハロウィンの柄とかお月様とかうさぎの柄とか、それから10月11月の草花ですね。草花は何がありますか？秋に咲くお花、10月11月に咲くお花、牡丹、芍薬、リンドウ、パンジー、ダリア、シクラメン、金木犀などありますね。今日私が占めているのは牡丹のお花、これは牡丹のお花の帯ですよね。ちょっと色がこれ色が薄くなってきているんですけれども、ということで、そんな季節に合うお花 を身につけたら嬉しい、嬉しいですね。そして人にお会いして相手の方が、あれこのお花牡丹かしら、ああ11月10月は牡丹のお花が咲くのね、さすがね、着物って楽しいわね、おしゃれなのねっていう風に見てくださいますよね。はい、そんな着方が嬉しいですよね。それから、まあ、うさぎさんもいいですよね。うさぎさんとかお月様の帯を持ちたいですよね。というふうなことで、そういう行事や季節感がやはり着物を着るということに対して影響を与えてきます。この長襦袢のこの柄の中に、例えばうさぎさんが入っているとか月が入っているとかっていうことでしたら、またそれもおしゃれですよね。ちらっと見えるところにうさぎさんいたら可愛いですね。ということが、その行事として影響を受ける事柄ということになってきますね。ではそんな10月11月で着物の着方は変わるのでしょうかということについて考えてみたいと思います。そうしますと、お着物がどういう影響を受けるかということなんですけれども、周囲がだんだん暗い時間が増えてきていると着るものがどう変わりますか。はい、変わることがいくつかございますので申し上げますね。まず好ましい色数が変わるんですね。どの個性の方、つまり私はこういうすっきりしたものが好きよ、無地が好きよとか、私はもっと複雑なものが好きよとか、こんな色が好きよ、こんな色は嫌いよっていう、いろんなセンスの方、タイプの方がいらっしゃいますけれども、そういう方全部に共通して言えるんですけれども、周囲の環境として、季節の環境、それから明るさや暗さの状況として、これまで好感度が高かったすっきりしたシンプルなものがあんまり素敵に見えなくなってくるんですね。これとっても大切なポイントです。で、それよりももう少し複雑で色味が入ったものの方が良くなるし、それはどんな色かっていうと、なんか少し暗さがあるような、ちょっと複雑なようなものが秋らしい、10月らしい、11月らしいというふうになってきて、その度合いが12月21日に向けてどん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 強くなっていくんですね。はい、9月21日の時点では少しだけ色が入ったようなものが良かった、柄も少しだけ増やしたものが良かったんですけれども、12月21日に近づくにつれて、もう少し柄がたくさん入っててもいいかも、もう少し色が複雑でもいいかもっていうふうに変わってきます。つまりここで申し上げたい変化する項目を申し上げます。色が変わる、はい、色が暗く、色がこれまでよりも暗くなります。それから色数が増えます。今まで1色で素敵だったのが2色ぐらい使った方が素敵、あるいは 1.5 色使った方が今の季節に合うっていうふうに色数が変わります。それから柄ですね、柄が木の柄になるっていう風な変化もあるんですけれども、柄の複雑さですね、今まではちょっと柄があればよかったのが、もう少したくさん柄があった方が秋らしいとか、冬に向かって好ましいという風に変わってくるので柄数が変わります。それからもちろん素材
ていうのも変わってくるんですね。私がこれまでの動画でお伝えしているんですが、一重の季節はお召しが生地として風合いとしてとても光沢感や着心地が適していますよってお伝えしました。もちろん塩沢なんかも適しているんですけれども、ところがお召しのすっきり加減がだんだん秋が深まってくるとなんかすっきりしすぎているように感じてくるんですよ。まだ10月はいいです。11月になったら色が濃ければいいです。でも12月とかになるとなんかツヤ、ちょっと複雑さがある方が12月らしいんですね。というふうに複雑さが生地にも求められてくるんです。それは織の風合いですね。織の風合いです。はい、もこもこ感があった方がいいとか、真綿紬っぽい方がいいとかっていうこともその中に含まれてきますけれども、光沢があってツヤっとしたものよりもツヤじゃなくてなんか複雑、すっきりしないものの方が秋や冬らしくなってきます。私が今日着ているのは紫ですけれども、紫の何色か入ってますよね。藤色と濃い紫が入っていまして、線が細かい線と太い線があって、かすりの白い柄があるというふうに、これ結構複雑な、かなり複雑なんですね。複雑な紬です。これを10月の中旬に着てみました。はい、今の10月の中旬に合うかなと思って着てみました。ですがこれやっぱりちょっと柄が多いんですね、私には。ですから白っぽい帯を締めて、マイナスのコーディネートっていうんですけども、着物に対してもっとすっきり感を出す、着物の柄や色の重さを白で引くというようなマイナスのコーディネートにしたんですね。そういうコーディネートにいたしました。はい、ということはですね、コーディネートがますます重要になってくるっていうことになるんです。皆様いろんなお着物をお持ちになっています。いろんな帯をお持ちになっていますが、お持ちのお着物によってちょっとこのお着物はシンプルすぎる、色数一色だし、例えばこれですと、これ藍染めです。これ藍染めなので一色なんですけど地紋が入っています。それから藍染めの光沢感とかあるんですね。光沢感というか複雑さがあります。ですからそれほどすっきりしているわけではないんですが、でもこれだけではちょっと12月は暗いだけになっちゃうので、もう少しここに複雑感とか楽しさとか個性ですね、個性とかがある帯を合わせる方がいいし、今日私が締めているこの白い帯ではマイナスのコーディネートで色を引いてすっきりさせるという点ではいいかもしれませんが、これだけではもっと足りないんですね。もっとここに何か複雑さとか主張を入れないといけないようになってくるんですね。これも藍染めですけれども、これは松とか山とか柄が入ってるんですね。これでしたらこの複雑、かなり複雑ですよね。色は一色ですけど柄複雑ですね。これだったら10月は白っぽい無地っぽい帯でもいいかもしれません。でも11月になったら無地の帯じゃ寂しいんですよ。これは季節の影響です。はい、季節の影響ですから、少し柄が入っている、色が入っている白っぽい帯なら合いますけれども、真っ白い帯とかこんなモノトーンの帯じゃすっきりしすぎるんですね。これでしたら、これも藍染めですがたくさんの柄が入っています。これでしたら11月に来てこの白い帯でなんとかなるかな。帯締めと帯揚げで色を何色か入れて着たらまあいいかなっていう、そういうふうにコーディネートに影響を与えるのが季節感なんですね。ですから皆様コーディネートは変わります。季節によって変わりますので気をつけてください。はい、もう一回言います。色が変わる、柄が変わる、色数が変わる、柄数が変わる、色はより暗くなります。そして柄数が増えます。柄も
夏の柄、春の柄を使っていてはいけませんよ。秋の柄を使ってください。お月様とかうさぎとか収穫ですね、実りの収穫、お米の収穫なんていうのもありますから、実りの絵が描かれているとか、お花ならボタンとかシクラメンとかパンジーとかというふうな絵柄が描かれていたら秋らしいなっていうことになりますよね。はい、それに対してですね、訪問着はどうなるんでしょうか。フォーマルなお着物は、洒落物のカジュアルなお着物よりも季節感の影響は受けにくいんです。受けにくいんですが、でも少しは影響を受けるんですよ。訪問着の柄付けはかなり個性を出します。季節感を出します。はい、ですから10月11月にお召しになる訪問着に春のお花の柄、桜とか桜とかあやめとか藤とかっていうお花が描かれていたら、それは春のお花よねっていうことになっちゃうんですね。ですから訪問着で多いのは春のお花も描かれていますけれども、秋の柄も描かれているものが多いですよね。これ訪問着なんですが、そういうものですね。春のお花も描かれていますが、秋の柄も描かれていますよというものが多いです。これあやめ、それからなでしくというふうに秋と春のお花が両方描かれていますよね。こういうものでしたら両方にお使いいただけます。それから冬にもお使いいただくことができますよね。はい、ですから訪問着は柄を気をつけてください。そしてコーディネートはやはり春よりも秋の方が少し暗さがあるんですけれども、ただ訪問着の場合はお召しになる場面でのご自分の立場ですね、私の部下が結婚しますっていう時の立場とか、お茶の先生の会に呼ばれましたっていう立場によってどんなお着物を着たらいいのか、それから豪華さをどの程度出したらいいのかっていうのは違ってくるんですね。ですからそれは季節感よりもご自分の立場とか状況とか参加なさる方との対人関係ですね、その方が大きく影響いたします。例えば先輩を差し置いてあんまり派手なものを着ない方がいいわとおっしゃる方でしたら無地の着物を選ばれるとか、だけどパーティーだから豪華さは袋帯の金銀が入った袋帯で豪華さを出しましょうというふうになさるとか、あるいはとっても豪華な訪問着だったらおとなしい帯を合わせて豪華さを引くっていう方法もあるんですね。このようにコーディネートで調整してお着物というのはやりくりすることが多いので、コーディネート力を高めてください。どうしたらコーディネート力が高まるんでしょうか。はい、私がこれまで出しているコーディネートの動画をたくさんご覧ください。はい、ケースバイケース、それから個性によって随分違ってまいりますので、コーディネートについてお伝えしている動画をたくさんご覧いただくのがよろしいと思います。その上でご質問をなさってください。それからですね、最後です。一番最後が重要なところなんですけれども、じゃあ皆様の場面でどういうふうに対応したらいいのか、もう少し踏み込んで教えてよっていう方に対してお伝えをします。はい、お教えしますよ。はい、皆様自身の状況の中で秋の着物コーデを完全におしゃれにするための方法をお伝えいたします。お着物のコーデは何でも一緒なんですけれども、どういうふうに考えて帯締めや帯揚げを選べばいいの、この着物私に似合うの、私には似合うんだけどあのTPO に合うの、私あそこでお話をするんだけどこの格好って私らしいかしらっていうようなことって結構ありますよね。それがわからないわけです。それを知る方法をお伝えします。いろんな状況を考えなくてはいけないんですね。今申し上げましたような季節感とか、私が持っている着物、どんな着物を持っているの、その着物の豪華さはどうなの、帯はどうなのっていうようなこととか、
いつ行くの、冬なの夏なのとか、それは一重なの合わせなのっていうようなことも考えなくてはいけません。それを全体を網羅したものはこれになります。これはぜひ皆様この QR コードから公式 LINE に友達申請していただきますと、その中で PDF をお送りしますので、これを受け取っていただけますので、ぜひお早めに受け取っていただいて、お着物をお召しになる時の参考になさってください。これは私がこの、着物ライフコンサルティングというのを24年間やっておりますが、この中で自分なりに考えてこうであろうと思って作り上げたものなんですね。これを見ていただきますと分かりますけれども、似合うというために、はい、似合うためにいろんなことをしなくてはいけません。似合うっていうのは自分に似合うっていうこともあるんですけども、季節に合うとか状況に合うとか、それから時間に合うですね、夜なのか昼なのかっていうような時間に合うっていう、いろんなことに対してマッチングさせた着物や帯を着てそこに行って最適でした、とっても私が素敵に見えましたと、みんなから褒められて私も大満足でしたっていうことができる、そのための図です。自己満足度と他者称賛が一致に一致するっていうことが似合うっていうことだと私は思っています。自分が、あ、これ好きだわ、これでいいわって思うのと、他の方たちが素敵ね、あなたは最高だったわよって言ってくださる、この他者称賛ですね、これを得ることができるための、つまり最高に素敵な自分を作るために必要な要素なんです。簡単に説明させていただきますと、自分自身の容姿、年齢とか立場とか髪の色、目の色、肌の色っていうのも大切ですが、とても大きく影響するのが人の個性なんですね。私はこんなものが好き、こんなものが嫌いとか、こう見せたいっていう部分が人の個性なんですけれども、その個性を自分が理解して、自分がその個性に合わせて着物や帯やいろんなものを選んで身につける必要があります。これはご自分が分かっているようで案外分かっていないんですね。後でこの診断方法をお伝えいたします。それとお持ちの着物とか、選ぼうとしている着物や帯の格や豪華さや季節の約束や種類や風合いや素材や柄や色や価格ですね、これ価格というか品質と言っていいかもしれませんけども、そういうものが分かった上でそれらをマッチングさせていく、お召しになろうとする場所の季節感や何月何日っていう日付や時間や場所や行事や時代ですね。何月何日っていうのは、例えば9月31日は、9月末は一重の着物ですけれども、10月1日はもう合わせの着物なんですね。ですから何月何日によってかなり違ってきます。それから時間的にも夜の時間の方が豪華な場面っていうこともありますし、昼はもっと簡単でいいわっていうような着姿になったりいたしますよね。それから場所です。その結婚式は帝国ホテルですか、青山のレストランですか、それとも地元の結婚式場ですかっていう場所によって、こんなものが、こんな着物がふさわしいというものが違ってくるんですね。そういう場所をしっかりと把握する必要があります。それから行事、式典ですね。七五三なの、結婚式なの、それともお茶会なの、お食事会なのによって、で着る着物や帯違いますよね。はい、いくら素敵なあなたでも、その行事や式典によって着るものが違うんです。ですから、この着物にこの帯合いますかだけでは全体を見ることができない、正解を見出すことができないです。ですから、これをご覧になりながら進めてください。例えば12月1日にお友達の結婚式に出るっていう方は、ここに書いていただくといいですね。12月1日夜6時から、場所は、明治記念館、そして行事式典は結婚式、そして時代っていうのが結構皆さん難しいんですけれども、私が若い頃に買った訪問着がまだ私着られるのよ、
あ、そうですか。それは良かったですね。でも、あれちょっと時代に合ってないかもっていう方結構いらっしゃるんですね。いいものをお持ちな方ほどそういう傾向が案外あるんですけれども、時代が変わっているところが結構あります。時代が変わったら一番変わるのは色なんですね。特に女性の方は昔作られたものっていうのは可愛いオレンジとか、可愛い系の色が使われていることが多いんです。でも今は可愛い系の強い色ではなくて、すっきりとした普通な色使いが増えているので、この着物素敵ですけど、ちょっと今の時代っぽくないっていうものがあったりします。そういうことを考える必要がありますね。それからお召しになろうとしているお着物の種類。私、訪問着を着ようと思うんだけど、でも色虫もいいかしら。ってなったら、帯は合わせられるのは袋帯ですよね。結婚式だと袋帯かしら、ということになりますね。それから柄ですね。秋っていうと柄が少し増えるのよね。複雑さが増えるのよね。じゃあ銀の無地の帯よりも、もう少し複雑な金と銀が入ったこの柄の帯の方がいいかしら、っていうような考え方も出てきますね。それは合わせるお着物とのコーディネート次第ですね。それから価格って書いてありますが、これ品質と考えてください。ご自分が経営者の方とか、こんな素晴らしい会に出ますっていう時に、そこにいらっしゃる方というのは、やはり品質を見極める目が高い方が多いんですよね。で、その時に、これお高かったのよっていう、お高かったのはわかるんですけど、品質としてこれちょっとどうかしらって思うことも結構あるんですね。高いお値段のものがいいっていうことを言ってるわけではありません。ですが、高くても品質が良くないものってやっぱりあるんですよ。皆さん、いろんなものをお召しになっているので、ですから品質もその TPO に合わせることができるのかっていうことも考えていただくといいと思います。ご自分で埋めていただいて、わからないところはお分かりになる方のサポートを受けていただいたらいいと思います。この着物とこの帯とこの帯締めとこの帯揚げで、この何月何日のこの場面で着たいんですが、この私が。で、私の方は、私は46歳です。立場はですね、この会の会長なんですね。容姿は、ちょっと、ふくよかです。とか、ちょっと、普通です。とか、中肉中背です。とか、髪と目はかなり黒いです。とかっていう。これ、どこに影響するんですか？はい。髪と目が黒い方っていうのは、着姿全体の中に強い色合いが必要なんですね。そういう色合いになっていますか？で、それは個性にも関係しているはずなんですね。肌の色と目の色もありますけれども、この私の中で一番難しいのは個性の部分なんです。個性って皆さんご自分のことなのに分かったようで分かってないんですね。私、可愛いものが好きなんです。だからピンクの個性かしらっておっしゃるような方。はい。人の個性は6種類あるというふうに申し上げていまして、色個性ファッション診断というのを作らせていただいております。それを受けていただきますと、皆様の個性が分かりまして、お着物や帯を選んでいただくときの参考にしていただくことができます。はい。色個性診断ファッションを受けていただきますとですね、こういうふうな診断結果が出てまいります。ご自分の、診断結果と、それから解説と、それから 2枚目に6個の個性の解説の表なんですけれども、はい、これは私の診断結果ですが、はい、こちらをご覧ください。この3つの円グラフが出てくるんですね。簡単な2つの質問で、皆様の個性がかなり深く分かります。で、その個性というのが、私はかっこいいものが好きよとか、私はこだわったものが好きよとか、私は可愛いものが好きよ、そしてこんな色が好き、こんな柄が好き、こういうものは嫌いっていう色や柄、センスが分かります。そしてセンスだけではなくて、性格がかなり分かるので、その方の性格の特徴がわかるんですね。ですが、ここでは着物選びのためだけに使っておりますので、色個性診断ファッションとして、あなたの個性から生まれる色や柄や素材感の好みにフォーカスして、
あなたはこんな色が似合いますよ、こんな柄が好きですよ、そしてこんな傾向がありますよ、こんなことに気をつけてくださいというようなことをお伝えしているんですね。この診断を受けていただきますと、この似合う図の中のこの黄色い部分になっていますが、好き嫌い、こう見せたいという特徴が詳しくわかるようになっているんですね。例えば私の場合ですと、紫とか茶色とか白が多かったりすると、紫っていうのは他の人と同じことをしたくない、つまり他の人が持っているような着物は着たくない、同じような色や柄を着たくないですね。はい、ですからちょっと変わったものっていうか、他の人と違う色や柄を着たいとか、それから古典柄があんまり好きではないですよね。 もっとモダンな外国とか洋風な柄が好きっていう傾向があります。それに対して茶色の個性が強いと古典柄好きなんですよ。古典柄とか、それから茶色系とか好きですし、オーソドックスな職人さんの技が感じられるようなものが好きっていう傾向があります。そしてまた白い個性はすっきりと見せたい、色数少なくシャープにかっこよくっていう、そういう好みなんですね。で、そういう個性が一つだけであなたの個性が決まっているのではなくて、その6個の個性が何パーセントずつあなたの中に入っているかということで出てきます。やはり人の個性って複雑なんですよね。で、その上位3つ目までぐらいが大きくこの着姿に現れます。そしてそれだけではなくて、一番弱い個性ですね、弱い個性のものも気をつけていただきたいんですが、そういうものは合わないので、ここにあったりするとなんか違うわね、私好きじゃないわっていうことになるんですね。はい、それも注意深く見ることがこの表の中でわかるんです。で、この色個性診断ファッションで一番重要なことは、あなた自身の現在の状況を具体的に知ることができるんです。あ、私は可愛いものがやっぱり好きじゃないんだわとか、あ、強いはっきりしたものが苦手なのねやっぱりみたいなこととか、あ、私がこういう癖とか好みがあるのは紫の個性だからなのねっていうようなことが分かってきます。紫の個性だとちょっと大きめの優雅な伸びやかな柄が好きとか、少し華やかなものが好きだったりするんですね。で、この紫の個性がもっと低いと、あんまりそういうものを好まないとか、もっと他の個性であるみんなと同じとか、もっと生真面目な繰り返し柄が好きとかっていうことになりますので、ああ、私の個性の理由がわかる、それから原因もわかりますよね。例えば成長過程では青い個性が弱かったのに、今は青い個性が強くなっていますっていうような方の場合、主に立場やその職業が影響していることが多いんですけれども、安全とか信頼とか繰り返した土台を大切にするような仕事をなさっている公務員さんとか、それから事務とか経理とかっていうようなことをしているとか、あるいは人の安全とか安定を守るようなお仕事をなさっているとかっていうようなことが青い個性として現れていたりするんですね。それがお召しになるもの、そういえば最近紺が好きなのよねとか、青が落ち着くわよねっていうことと関係してくるんですね。で、そういうことでご自分の状況を確認していただくことができます。ですからぜひこれお受けいただけるといいと思います。それから状況が変わるとですね、また個性が少し変わるんですね。ですからなんか着るものの雰囲気が変わったとか、状況が変わったということがあれば、もう一回受けていただきますと好みが変わっているのがこれに出てきますよ。ということで、似合う図に出てきます個性の部分が、この色個性診断をファッションによって確認していただくことができます。ということなので、あともしわからないとしたら、着物の格がわからないとか、立場がわからないというようなことがあったりするかもしれませんが、多くの部分がだんだん埋められていくわけですね。そうすると、ちょっとと私訪問着着ようかと思ってたけど、やっぱり色無地の方が立場に合うかもとか、季節に合うかもとかっていう風に判断の材料がこれで
出てくるわけなんですね。でもそれでも結構難しいとかわからないっていうことがありますので、そうしますと着物選びのお手伝いとか帯締め帯揚げ選びサービスっていうのをやらせていただいておりますので、そちらもご利用くださいませ。そうしますと全くお持ちではない方、新しくお着物を作りたい方は新しいお着物を選んで、こんなのがありますけどどうでしょうかっていうご提案をこれに沿ってやらせていただくんですね。きちんと状況に応じてこういう品質のこういう価格帯のこういうセンスのお着物が必要ということでしたら、そういうものをお探ししてご提案しますし、それからお持ちのお着物の中でどれがいいかしらということに関しては画像を送っていただいたり、実際にお着物や帯や帯締めなどを送っていただいて、その中でこれとこれを組み合わせたらこれに合いますよとか、これとこれを使って帯締めだけもう少しこういうふうにしたらいいんじゃないですかというふうに、一番お役に立つコーディネートなどをご提案させていただきます。それが着物選びのお手伝いと帯締め帯揚げ選びサービスになっています。それからどうしたらいいかわからないという方のために、着物全般ご相談っていうのも始めましたので、そちらもご利用ください。それからご近所に呉服屋さんとかお着物が詳しい方がいらっしゃったら、同じようにこれを考えていただくとですね、よろしいと思います。お母様が詳しい方でしたら、これを元に考えてもらってください。それで特に私の時にですね、皆様は着物や帯を見てご自分を見ていないんですね。着物や帯を見て着物と帯が合うかしらっていうふうにするんですけど、そこに自分の顔を必ず落とし込むことが必要なんです。ですからできればご自分の顔とか写真をこの中にですねちょっと入れ込んで、その上で考えられてもいいかもしれません。だけどご自分の顔だけでは好みとかセンスとかっていうのはわからないですね。それは内面なんです。その内面に関してはこの色個性診断ファッションの方がずっと的確にしっかり表してくれていると思います。こういうものをご活用なさって、秋の着物を楽しむっていうことがパーフェクトにおしゃれに完成するようにできておりますので、ご利用くださいませ。今まで着物で一番難しかったのは似合うかどうかわからないっていう点だと思うんですね。それは着物の世界の格とか、それからコーディネートがわからないっていうこともあると思うんですが、それよりも着物や帯が多くの色と多くの柄があって多様性に富んでいるんですね。同じようなものばかりではなくて全部違うわけですよ。全部違うんですね。ですからその多くの色や柄や素材感に対して自分を合わせていくっていうことがやはりとても難しい作業だったんですね。今も難しいと思いますけれども、でもこれとこれがあればもうかなりの部分進むんですよ。ですからそういう難しかったことがこれでかなり簡単になっていますので、ご利用なさってください。分からなければ、使い方などが分からなければ、コメント欄からご質問なさってください。またこの似合う図に関してはさっきもお伝えしましたが、 QR コードを読み込んでいただくか、解説欄からクリックして公式 LINE に入っていただきますと、PDF を無料でプレゼント、もう簡単にパッとお送りいたします。郵送しなくても、住所わからなくてもパッとお送りすることができるので、それを使って印刷してご活用ください。また色個性診断ファッションについては、ファッションの QR コードから携帯をかざして読み込んでいただくか、あるいは解説欄に URL を書いていますので、そこから申し込んでいただきます。色個性診断ファッションは税込み3300円です。お申し込みいただきますと、2営業日以内にこの診断結果を送らせていただきます。ダウンロードできる形で URL でお送りいたしますので、それを印刷してご活用ください。印刷なさらなくても結構です。常にアクセスしていただくと見える形でご覧いただくことができますよ。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。秋の
着物辞典、皆様ぜひ参考になさってくださいませ。今日の動画が少しでも良かったと思われる方はぜひチャンネル登録と高評価ボタンをクリックなさってください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。